皆さんこんにちは、川崎イズムです。ぶらり散歩、第2話で、三宅八幡宮、に来ています。今鳥居を映してます。これからねちょっと中に、ね、参拝客の方とかがねおられるとねちょっと中映せないんで、なるべくこう人が映らないようにちょっと工夫して、進んでいきたいなって思います。参道を、上がってきています。まあ、こういう感じですね。それで、こういった形で奥に入ることができます。ここのねの名物っていうのは鳩もち、なんですけども、今日はあの、まあ、日曜日ではないのでお土産屋さんは、ちょっと閉まってる状況ですね。あの、火水木はお休みというふうに、書かれています。参拝客もねおられるんであまりちょっと、映らないようには、しますので、次また移動してみたいと思います。参道を、登ってきました。こんな感じですね。これをね、ちょっと見てもらうと、この、噴水、噴水というのが、映ってると思いますけども、実はこちらのね細い道、実は前回この奥に見えてる道からこちらの方を、映してたっていう、形です。その時に、この噴水も映ってたと思うんですけども、境内の中にはこういう、噴水があって、まあね、噴水の話はね前回ちょっと来ましたけども、中にはね映りますかね、鯉が、たくさん泳いでると。まあもちろんね、釣りをするとかねそういうことしちゃダメなんですけども、この池はねもう僕が本当に子供の頃から、たくさん鯉が飼われてるっていうことでね、たくさん、きっとね、まあ、社務所の人が餌を与えたりされてるんやと思うんですけども、まあ、自然のね、まあ、虫であったりとかね、そういったものも多分いると思います。結構ここで聞いた話ではないんですけども、こういうというのは、水のね、急激な汚れであったりとか、そういったものにかなり敏感ですぐ死んでしまうということもあるそうで、いろいろね、滋賀県なんかの地域なんかでも、また昔のね、大河ドラマの江戸時代の時なんかでも、まあ、まあ、台所にしてる池、まあ、壺池というらしいですけども、そういうところに鯉を飼って、水質が悪くなってるかどうかっていうのを確認するっていう、そういう意味も、あったそうです。昨日の道はこっちですね。こちらの方から、今映ってる方向のから、全体、第一話の時にはそういう形で撮影をさせて、もらいました。鳥居をくぐって中の方に来ましたけども、国指定重要有形民族文化財、記念と書かれてますね。こちらの方には山の保存会、っていうのが、まあ、看板が掲げられてます。あ、鳩がねたくさん今寄ってきましたね。寄ってきたんですけども、実はここの三宅八幡神宮っていうのは鳩が祀ってある
神社でして、この右手の方にね、こう鳩さんがいっぱい寄ってきました。実はここに狛犬が後産んでいてますけども、ちょっとこのね狛犬をちょっと覚えておいていただきたいなっていうふうに思います。中はこうですね、じゃあなぜ鳩がいるのか、僕が子供の頃ここの三宅八幡神宮というのは、僕の遊び場の、一つであったんですけども、三宅八幡神宮ですね、僕の遊び場の一つであったんですけども、その時はね、鳩のね、A さんが売ってたんですけどね、鳩さんにちょっと、ここが社務所ですね。今日は人は見る限りおられないような気はするんですけども、そうですね、こちらの方からも入ってこれるようには、なっています。鳩の餌まだ売ってるのかな。僕がですね、売ってますね。僕が子供の頃っていうのは、これが鳩の餌の販売っていうのが、こちらにね、鳩の餌一皿50円と書かれてますね。こういう立派なケースではなくて、金網のね蓋みたいなものがあって、そこではまあお小遣いの中から、鳩の餌を一皿買って、鳩に餌をあげてたっていう、そういう思い出があります。時代は変わっても鳩さんがたくさんおられます。社務所の方おられますね。いろいろこうちょっと販売もされてるようです。鳩さんがすごくたくさん、いてますね。地域のね子供たちの憩いの場というそういうものもありますし、特にここにも、中にはねちょっと入るのはちょっとやめようかなとは思うんですけども、ね、他の参拝客の方に迷惑になるとちょっとダメですので、こちらの方にも狛犬が、一般的なよく見る狛犬がまあいてて、電気ついてますね。中に、親代が、立ってると。ここは毎年9月にね盛大にこうお祭りをされるっていうのがあって、僕も子供の頃ね、すごく楽しみにして来てました。それでは、ここでちょっと一旦止めさせてもらいますね。神社の大通りなんですけども、こちらの方に、看板が、説明がありまして、先ほどちょっと話しましたけども、実はここの鳩がたくさんいると言いましたけども、ここのメインになってるのは実はこういう、狛犬が狛鳩という、そういうすごく変わった、こちらの方にも、いるんですけども、狛犬ではなくて、ごめんなさい、狛犬ではなくて、狛鳩という形になってますね。先ほど言ってました年中行事の、秋の大祭、9月14から16ですね、この時には盛大に出店なんかも出て、盛大にねお祭りが開催されます。僕も子供の頃からすごく楽しみに僕はしてました。ちょっとね距離があるんで、鳥居に三宅八幡神社っていう風に書かれてます。これちょっとね逆光気味なんでね映がにくいかもしれないですけども、この八の字がこう鳩がね向かい合ってるような、こういうようなイメージというようなこと、らしいですね。ということで以上、三宅八幡神宮から、第2回の、ぶらり散歩、お届けしました。またね、いろんなところに行くと思いますけども、またいろいろ紹介させてもらいます。
本日はご視聴ありがとうございました。